燃えるマッチマッチは細く短い軸の先端に発火性のある混合物をつけた軸着と速薬を塗り付けした側面とを摩擦させるなどして発火させ火を得るための道具。喫煙や料理などの火起こしに使われる。ブックマッチ木や紙などでできた細く短い軸の先端に発火性のある混合物をつけた形状をしている。輪の燃えやすい性質を利用している。 19世紀半ばには側面に石林を使用し、発火部の投薬に塩素酸カリウムを用い、投薬を即薬にこすりつけないと発火しない安全マッチが登場した。発火点は約150度。マッチは一度濡れると、投薬の塩素酸カリウムが溶け出てしまうために、それを乾かしたとしても使えなくなってしまう。そのため、防水マッチが考案されている。現在日本で見られるマッチは、 通常軸が木製で箱に収められているものが一般的である。軸着にはポプラ、シナノキ、沢ぐるみ、エゾ松、とど松などが使われる。日本で現在製造されているマッチの軸着はほとんどが中国やスウェーデンからの輸入品である。箱の大きさは携帯向けの小箱から卓上用の大箱まで様々なものがある。また軸が厚紙製で 折りたたんだ表紙に閉じられているブックマッチもある。古代から使われていた火打ち石や種火の保管などに比べて容易かつ安全に着火できるため、かつては広く用いられた。現在ではコンロやストーブなどの火を使う製品にはほぼ漏れなく点火装置がつき、タバコの着火用としてもライターが普及。さらに喫煙率の低下もあって、マッチの需要は大きく低下している。 実際の用途としては、仏壇のある家庭でろうそくの着火用や、学校などで理科の授業にアルコールランプなどを点火するためというのが多い。なお、喫煙器具の一種であるパイプ用には、炎が横に吹き出る、専用のライターもあるが、流通が限定されるため、マッチが利用されている。かつては、ほとんどの家にマッチがあったことから、大きさの比較対象として、 マッチを被写体の横に並べて写真を撮影することは現在でも見られる。マッチ箱自体に広告を印刷することが可能であるため安価なライターが普及した現在でも飲食店や宿泊施設等では時点の連絡先等を入れたマッチをサービスで客に配ることが多い。このような様々なマッチ箱を収集の対象とするものもおり日本の神戸市には マッチ箱を集めた施設のタルミマッチ博物館が2015年に開設された。投薬の燃焼主な原料は投薬、即薬になる薬品と軸、箱になる木、紙である。安全マッチユーカリンマッチ美は人間の生活に必要不可欠のものだが木の摩擦熱や火打ち石による発火法は手間のかかる作業だった。圧機発火器がヨーロッパに伝わると若干手数は ヘッっーがマッチと比較すると不便であった。1827年にイギリスの科学者、ジョン・ウォーカーが塩素酸カリウムと硫化アンチモンを投薬とする摩擦マッチを考案した。形態的には現在のマッチとほぼ同じであったが、火の付きが悪かった。このため、1830年にフランスのソーリアがオーリンマッチを発明した。 これは投薬をどんなものにこすりつけても発火するため、普及したが、その分、自然発火が起こりやすかった。また、オーリンが持つ毒性が問題となって、製造者の健康被害が、社会問題化した。特に死痛から、自覚症状が始まり、歯茎や顎の痛みと共に可能が進行し、最終的に、下学骨の絵師に至る白林顎は、死に至る、職業病として恐れられ、 1888年にはロンドンの女皇たちによる大規模ストライキ事件や1891年の旧世軍による赤ンマッチ工場設立といった社会運動を誘発することとなった。そのため19世紀後半に王林マッチは禁止されてゆき、1906年にスイスのベルンで王林の使用禁止に関する国際会議が開かれて、 王林使用禁止の条約が採択され、欧米各国は批准した。しかし、マッチが有力輸出商品だった日本は加盟しなかった。日本では1875年に国産品の製造が始まったが、当時から命を縮めるとして一般からは嫌われたため、しばらくは韓国内で囚人の刑務作業により作られていた時期がある。結局、 1921年になって日本は4月11日オーリンマッチ製造禁止法を交付し、ようやくオーリンマッチの製造を禁止したが、日本におけるオーリンによる健康被害の実態については不透明な部分が多い。その後、赤林を投薬に使用し、マッチ箱側面にヤスリ状の摩擦面をつけた赤林マッチが登場。19世紀半ばには側面に赤林を使用し、 発火部の投薬に塩素酸カリウムを用い、投薬を即薬に擦りつけないと発火しない安全マッチが登場した。アメリカでは、オーリンマッチ禁止後も摩擦のみで発火するマッチの需要があり、安全マッチの投薬の上に硫化リンを使った発火薬を塗った硫化リンマッチが今日でも用いられている。 このリューカリンマッチは強くする必要があるので、軸着が安全マッチより太く長いものが用いられるのが大半である。なお、リューカリンマッチは日本では、ローマッチという名でも知られるが、口実する防水マッチと混同しないように注意。名の由来は、どこで吸っても発火する、オーリンマッチのマッチ棒に塗られたオーリンがローと、外見が似ていたことからであるとされ。 オーリンマッチが製造禁止された後に発売された化リ,リンマッチもその名で呼び続けられたとされる。なお、諸外国では SAW や投薬の先端部に白色の化リ,リンを目玉状に塗布されている外見からバードアイマッチという名で知られている。1960年消費者物価指数の対象品目から除外された。マッチ製造の特徴は 製造工程の大部分が軽作業の手作業で可能で、必ずしも、機械や大型設備を必要としないところにある。早くも19世紀後半に、各工程の製造機械が発明され、完成度の高いものに結実したが、その普及は、各国の賃金、政策、世論等の要因に左右された。19世紀から21世紀の現在に至るまで、 手作業による製造と機械による製造が並行している。大規模、一貫工程の工場は機械を多用し、労働集約的なところはほとんどない。その対局が、家内工業や内職らが、零細企業で生産が完結するのでなく、中規模の工場で中心工程を行い、手作業を低賃金の下請け、内職として出したり、工場内の低賃金部門にする形態が多い。 歴史的には、そして国によっては現在でも、女性労働、児童労働の比重が高い分野である。薬品を作って軸院に付けるのが、中心工程で、男性が、比較的高い賃金で行うことが多い。軸並べと、箱詰めは特別な訓練なしに始められる仕事で、低賃金、一時雇用の女性、児童が数多く雇われた。紙箱作りは、貧しい家庭の内職で、 ここでも女性と子供が働いた。スウェーデンはマッチに適した柔らかいアスペン材を算する19世紀からのマッチ生産大国である。19世紀までスウェーデンのマッチ工業の従事者の過半数は女性であり、自動労働が多く用いられていた。家内工業の比率が高く、箱の製作は内職に依存した。しかしスウェーデンは 自国の工作機械工業に支えられた初発明によって早くも1860年代から作業の機械化を進め、1892年には軸木から箱詰めまで一貫生産する連結式機械が登場した。自動労働は法規制により19世紀後半に抑制され、20世紀初めに家内工業的生産が衰退した。 機械化に補助を合わせていいバルクルーガーの手による企業の合同が進み、1917年に巨大なスウェーデンマッチ社が誕生した。日本では当初小箱1個が米4升と見合う高価な輸入品であった。1875年4月、フランスに学んだ金沢藩士の清水誠がマッチ国産製造の提案者であり、講演者でもある。 吉井智美の見た別邸に構えた仮工場でマッチの製造を開始、大きな成功を収めた。その後本所に新設した工場で本格的に生産を開始した。神戸では1877年に堀坊がマッチ製造を始めたのを皮切りに、1880年に立川弁三ベや張間マ七が、1887年に直木キ之助が開業するなど、 多数のマッチ製造所が相次いで創業した。19世紀末から神戸を中心にした兵庫県と大阪がある大阪府の生産型地方を押した。マッチは当時の日本が輸出競争力を持つ数少ない工業製品で1880年代から中国やインドをはじめとするアジア地域に輸出された。最盛期である20世紀初めにはスウェーデン、 アメリカと並び世界三大生産国となった。この時は生産量の約80%が輸出に回された。日本では家内製酒工業での生産が中心であったが、原料の一つである硫黄が大量安価に手に入ったので価格競争力があった。軸木は北海道で製造し、これら原料が大都市に送られ、都市化層民の低賃金でマッチになった。 マッチ工場の雇用と内職は、大阪、神戸で貧民の生活を向上させたが、その反面、マッチ工業は自動労働の集中業種でもあった。当時のマッチ箱は競技を組み合わせるものであり、箱作りはもっぱら貧民家庭の内職に出された。20世紀に入ってしばらくすると、スウェーデンのマッチ製造会社が進出してきたため、零細企業が次々と廃業した。 1916年施行の工場法により12歳未満の児童労働が禁止され、徐々に機械の導入も進んだが、日本では工場、内職ともに低賃金女子労働力に頼る工程が長く残った。1920年代には企業統合が進展するとともに、兵庫県西部に移転した。昭和になるとスウェーデンマッチが主導する企業の再編が進み、 一時的に日本の生産量の70%はスウェーデンの影響下の会社が製造するものとなった。しかし1932年にスウェーデンマッチの総帥、イーバルクルーガーが死去すると本国からの投資が滞るようになり、再び国内の企業による企業の再編が進んだ。本格的、全面的な機械化は20世紀後半に進み、昭和40年代にマッチ箱が軽木製から、 紙製になると運張り内職は後を絶った。ライターなどの普及、喫煙者の減少によりマッチ生産は減少傾向にある。現在では、姫路市周辺で日本の生産量の80%が生産されている。サバイバルキットや救命ボートに備えているマッチには、防水マッチが使われることがある。これは、投薬部分にローを塗って、撥水効果を持たせたものである。また、 嵐の中など過酷な状況でも確実に着火させるため、投薬を多く使用しているものもある。ストロンチウムバリウム、銅などの塩を投薬に配合し、炎が炎色反応を起こして着色するマッチがある。これはベンガルマッチ、着色マッチなどと呼ばれる。アウトドア用品では、ファイアスターター、あるいはメタルマッチと呼ばれる棒状もしくは板状のマグネシウムがある。 これははめ込まれている火打ち石で火花を飛ばし添加するものだが、面などの加工が必要となる。ナイフ等でマグネシウム部分を削って粉状にし着火力を上げることも可能ではあるが、マグネシウムだけでは一瞬派手に炎が上がって消え、着火剤にしかならない。現状で流通している商品の大半は、マグネシウム本体と火打ち石部分が一体化しており、特に意識することなく、 利用可能だが一部マグネシウム本体と、火打石部分が完全に分離しているものも存在する。マグネシウム合金の燃焼温度は、数千度にも達するため、降雨や湿気のある環境でも、非常に容易に着火が可能なこと、繰り返し使用が可能なこと、メンテナンスフリー、なおかつ保存期間に事実上の制限がないこともあり、非常用やサバイバル用として利用されている。しかし、 スムーズな着火には若干のコツが必要なため事前に練習したり用途を確認したりすることが望ましい。また、オイルライターに似たオイルマッチがある。これは、面身が仕込まれた金属棒を本体横の石に擦りつけて発火させる。本体にはオイルを充填しておき、そこに金属棒を差し込むことで、面身にオイルが染み込む仕組みになっている。 ちなみにパーマネントマッチや永久マッチとも呼ばれるが、オイルは消耗品であり、石や面心も消耗し、交換が必要な場合もあるため、永久に使えるというわけではない。メタルマッチ、オイルマッチともに、基本的に出荷段階では、火打ち石の部分にコーティングが施されており、使用前にナイフや金属片などで火花が出ない程度に軽くすり、コーティングを削る作業が必要。 確実に安全に作業を行いたい場合は、目の細かいサンドペーパーが推奨される。特に、オイルマッチに関しては、オイルの充填前に、フリント部分のコーティングを剥がすことが必須となり、これを怠った場合は、オイル漏れや怪我のみならず、思わぬ事故や、最悪の場合は火災などの重大な事故に至る恐れがあり、また事例も存在する。 オイルを含まないメタルマッチに関しても無理な力がかかることによって破損や異常摩耗の原因となるため使用前にコーティングを剥がすことが望ましいコーティングを剥がした部分は放置することによって表面が酸化され不動体皮膜が発生するため長期間保管していた場合などは使用前に軽く吸って皮膜を剥がすことが推奨されるこのような製品については基本的に ぶつかった、擦った程度では着火せず、人の手によって意図的に着火を行わない限り、意図しない燃焼が発生する、可能性は低い。ありがとうございます。